ジョージ・ウィリアム・ミラーは、アメリカ合衆国の政治家、実業家。ジミー・カーター政権で、第11代アメリカ連邦準備制度理事会議長、第65代アメリカ合衆国財務長官などを、歴任した。1925年3月9日に、オクラホマ州サプルパに誕生する。その後、テキサス州防ジャーに移る。1945年に、沿岸警備隊アカデミー卒業。 同アカデミーで海洋工学を学んだミラーは、1949年まで沿岸警備大使館として極東を呼び、アメリカ西海岸で勤務した。その後、カリフォルニア大学バークレー校に学び、1952年に同校のボールトホール法科大学院卒業後は、ニューヨークのアメリカ切手の法律事務所である、クラバス、スウェインムーアに所属する。 1956年にテキストロン社に入社し、1957年に副社長を経て、1960年に社長に就任した。1968年にテキストロン社最高経営責任者に就任。1974年に最高経営責任者兼会長に就任。 FRB に移るまでこの地位にいた。また、この間、1963年から1965年にかけて雇用機会均等に関する大統領、産業諮問委員会議長、1966年から1967年まで全米事前会議の委員を務めた。ミラーの FRB での最初のポストは、ボストン連邦準備銀行頭取であった。また、この時期に、 ビジネス評議会やビジネスラウンドデーブルのメンバー、全米事業家同盟協議会議長も務めた。1978年3月8日にアーサーバーンズの公認としてカーター政権の FRB 議長に就任する。就任当初は実業界出身ということもあり、悪性インフレ撲滅のために積極的な利上げを行った。しかし、 翌1979年年明け以降、早急な、利上げに反対する議員から議会で吊るし上げに遭い、利下げに転じてしまった。1979年8月に、ポール・ボルカーに公認を譲り、FRB 議長としては1年5ヶ月余りという、極めて短期間の在任であった。政治的圧力に屈して、利下げに転じたことから、FRB 議長として低く評価されているが、 前任のバーンズと違い積極的に利上げを行ったことにより、ボルカーによる利上げの地ならしになったと評価する人もいる。他の多くの議長と違い中央銀行出身者でなく、政治経験もなかったため、金利政策以外の政策の重要性を感化し、金利政策にのみ固執してしまい適切な金融政策を実行できず、また政界工作の重要性を認識していなかった。 ため短命に終わってしまった。1979年8月にマイケル・ブルーメンソウルの後任として財務長官に転じる。財務長官としては経営危機に陥っていたアメリカの自動車大手クライスラーを救済するため同社に対して15億ドルの政府融資保障を取りまとめた。クライスラーはこの融資によって回復し、1980年代初めには 政府融資を完全返却するまでになった。2006年3月17日夜に特発性敗戦衣症のためワシントン DC の自宅で死去した。81歳であった。ありがとうございます。